滝沢秀明氏のインスタ再開でファン大興奮。ルームバー、愛の展開に期待高まる。飛べ新プロジェクトも注目。滝沢秀明氏のインスタグラムがファンを騒がせる。滝沢秀明氏、通称タッキー41エンターテインメント会社、飛べの社長が10月31日に長らく更新のなかった自身のインスタグラムを再び活性化させました。 その投稿内容が、ヌームバー・アイとして知られる、平野のし26、きしゆうた28、神宮寺うじゆ26のファンを大いに興奮させました。メンバーの同行今年5月、平野、岸、神宮寺の3人は、ーエヌジー、アンドピンスを脱退し、旧ジャニーズ事務所から、現在は、スマイルアップに所属を退場しました。その後、 平野と神宮寺は7月7日に戸部に合流し、10月15日に岸本部に合流し、ヌームバー・アイの結成を発表しました。インスタグラムの投稿が物議を醸す滝沢氏は、戸部の立ち上げやヌームバー・アイの合流を示唆する投稿を繰り返しており、今回の投稿も色に注目が集まりました。 投稿された写真には、元 V6 の三宅健さん44や、元 KI2 の北山博光さん38のジャニーズ時代のメンバーカラーを連想させる色が含まれていたといいます。ファンの期待と予想投稿された写真には、赤や青のウェア、オレンジや赤にも見えるマグマの色合い、紫が勝って見える写真などが含まれており、ファンからは興味深い声が上がっています。 その中で、滝沢氏の投稿は、ヌームバー・アイのデビューライブやイベント開催を匂わせているのではないかと考える声が相次いでいます。内部情報からの展望一方で、戸部は公式 YouTube チャンネルでオーディションの様子を公開し、戸部ジュニアのお披露目も兼ねた東京ドーム公演が来年初めにも行われるとの噂が広まっています。 さらに、北山や三宅も含めた、渡べ、全体のイベントも計画されている可能性が浮上しています。予想されるライブの実現可能性これについてレコード会社関係者は、渡べ、がライブに振付師を募っており、12月から振り入れが開始される予定であることを明かしています。一般的に1曲の振付をマスターするには1ヶ月は必要であるとされており、 北山や宮家、そして、戸部ジュニアを含めた大規模なパフォーマンスを準備するには、時間がかかることが予想されます。ファンの期待ファンは、これまでの経緯や情報から、ニームバー・アイのデビューライブに加え、北山や宮家、さらには、戸部ジュニアも含めた大規模なイベントが、東京ドームで行われる可能性に期待を寄せています。 このように、滝沢秀明氏のインスタグラム投稿から、ヌーヴバー・アイの動向が注目されています。ファンは来年のドーム公演を心待ちにしており、今後の展開がますます注目されています。ファンとの熱い期待ファンたちは、メンバーや関係者の動きから、数多くの予想や期待を膨らませています。 特に、飛べ、の新たな展開に関する内部情報がファンの間で共有され、彼らの熱い関心を集めています。滝沢氏のインスタグラムの投稿は、ファンたちに新たな未来を予感させ、彼らの心を躍らせています。メンバーカラーの意味また、滝沢氏の投稿に含まれるメンバーカラーの連想も、ファンの間で盛んに議論されています。 その投稿には、キンプリ時代のメンバーカラーと滝沢氏の投稿にある色が重なることが指摘されており、それが何か特別な意味を持つのではないかと期待が高まっています。ファンたちは、これらのカラーの意味について議論を交わし、熱心に分析しています。 期待が高まる大規模なイベントファンたちは、滝沢市の投稿から予測される大規模なイベントに対し、ますます期待を高めています。特に、振付師の募集や12月からのフリーれの開始といった情報から、これまでのキャリアと実績を持つアーティストたちが一堂に会し、驚きと感動を届けるパフォーマンスが実現するのではないかと予想されています。 ファンの熱狂的な支持ヌーヴバー愛のファンたちは、彼らが新たなステージに進む姿を熱狂的に支持しています。彼らはメンバーの才能と情熱を信じ、彼らがこれまで築いてきたキャリアの集大成となるライブパフォーマンスを心待ちにしています。 タッキーとトベの新たな挑戦滝沢氏のインスタグラムの投稿からは新たな挑戦と成長の兆しが見て取れます。彼が手がけるトベの新しいプロジェクトは彼らのキャリアにおける大きな節目となるでしょう。ファンたちは彼らの新たな旅路を支えるとともに彼らがより大きな成功を収めることを期待しています。ルームバー・アイのファンたちは 彼らの新たなステージへの準備と展開に熱い期待と興奮を抱いています。滝沢秀明氏のインスタグラム投稿からは彼らの活動が新たな展開を迎えることが予感されます。ファンたちは彼らの偉業を称えつつ、これからも彼らの活動を見守っていくことでしょう。その過程で彼らの成長と成功を心から祝福しています。こうを